はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。今回もマリオカート8デラックスやっていきましょう。さあ、今回はヨッシーサーキットのミラーということで、いやー、懐かしいですね、ミラー。DS 以来ですよ、僕。さあ、頑張っていきましょう。走れるかな?やっていきます。で、右のマップ、ミラーだからかわかんないんですけど、ヨッシーくん、悲しい方向向いてますね、これ。こんな画面見切れてる。ところを向いてんですか、これ。ちょっと、左向けばいいのにっていう。完全に病んでますよね、これ。心療内科をおすすめします。さあ、そして、このキノコとスターの並び。これはもう、ほぼ買ったと言っても過言ではないですよ。買ったと言っても過言ではないですよ。このスターを3周目にぶち込んでいけば、ほぼ勝利確実というところまで持っていけそうなので、さあ、保持していきましょう。さあ、そしてロイ君と同じようにキノコを使い、ドリフトをして、OK です。で、前の方ショートカットするか、OK です。よしよしよし。で、このスターを見せびらかしながら行きますね。僕、はい。じゃ、僕、裕福やれって。僕、裕福やれ?君たち、そんなアイテムしか持ってないの?僕、こんなスター持ってるけど、君たち貧乏やね。僕、裕福。ぶわえ?嫉妬や。嫉妬されましたね、完全に。くっそ、もうママ友の嫉妬ですよ、今の。ちょっと、よく噂になってる。これがママ友の嫉妬ですね。スターかっさらって、違うもんぶち込んでいくっていう。ママ友の嫌がらせに遭いました。やばいです。転落人生始まってます。いきなり、嘘でしょ、嘘。うわぁ。ちょ、あかん。あかん。うわぁ、転倒するし。ちょっと待って待って。あかんって。さっきまでよかったんや。さっきまでよかったんや、俺。この辺でな、椅子びらかしててん。え、こっからや、こっから、こっから、こっから、ほらほらほら。キラー君、そっちしか見えへんし。あかんって。頑張って抜かしていきます。ブエ。あ、でも、ウィーヒー。あ、またいける。あ、あかん。ちょ、戻らない。あ、ブエ。あかん。ちょ、タイヤ邪魔や。え、はまってる。はまってる。ちょ、はまってる、はまってる、終わった。ちょっと待ってくださいよ。おのれブリヂストン。ちょっと泣きそうなんですけど。泣きますよ、あんな。最後なんで、はまったんですかね。タイヤに。タイヤに殺されましたよ。ちょっと。これはもうタイヤ感ですね。タイヤ感でタイヤ売りたいですよね。ちょっと、うわぁ。あんなやり方するとは。さあ、マリオサーキットです。やっていきましょう。さて、前でもゴールドマリオがバナナポイ捨てしてますよ、これ。さあ、前にはゴールドマリオがいるんですけど、この人、薄くてよく伸びるんで、アイテムない時とかもう伸ばしちゃいましょう。そしたら最悪。勝てると思います。だ熱とか電気はよく通すんですよね。だからもう、ああ、ちょっと、ファイヤーに焼かれましたけど、あれ多分熱加えただけで全然やられてませんからね。はい。気を引き締めて頑張りましょう、あの人は。さあ、2周目です。さて、やっていきましょう。まあ、まずコインを集めるというのは常識なんで、まあ、買いに行ったらコイン集めましょう。後ろでショートカットを適度にしていって、適度が大事なんですよ。マリオカート。攻めすぎてもダメ、遅すぎてもダメ。ちょうどいい感じで、そう、グイーンって、ちょうどいいように、姿隠しながら走っていけば、勝てると思います。まあ、目立つ格好してるんですけど。さあ、まあ、とりあえずこの順位をつけていけば、前がトゲゾリ得られて、で、俺が後ろから総力で抜くという、作戦できますね。やっていきましょう。さあ、その目、キノコか。まあ、ショートカットはまだしないです。ていうか、前の人、うわ、カツカレーが赤コーラ持ってるし、これ具材にする気や。ちょ、完全具材にする気ですね、これ。カレーの。ちょ、まずいですよ。キノコ二つかー、俺。キノコでショートカットして、後ろ防具で、守るっていう作戦やろうとしたんですけど、これは一か八か。ショートカットする。相手投げてくる。これ見やがって、これ使って、どう?
無理無理、あかんか。今何をしようかしようと思ったかって言いますと、ショートカットして相手抜いてくるって思って赤コール投げるって見込んだんですよ。で投げた瞬間キノコもう一個使って抜こうと思ったんですけどね、ダメでした。さあやっていきましょう、ミュージックパークです。さあ前のカレー君には勝ちたいですね。やっていきましょう。ロイか、なんか最近ロイ多くないですか、やたら。なんかデラックスになってから急にロイが増殖してるんですよね。 Wii U の時はモートンだったんですけど、なんでしょうね、政権交代ですかね。これ完全に押されてますよね、ロイ君に。なんかモートンが絶滅危惧種になってんですよ今。なんか全然いないですからね、うん、そうやっていきましょう。あーちょっとセブンディーが、ここのセブンディー思いっきりむずいんですよね。まあとりあえずやっていきましょう。さあキノコで空を飛んで、まあここ地上走った方が早いんですけどね。まだでも空中で赤コーラとかを避難するっていう手もあるので、ちょ空中通りました。おっこれはナイス、1位でキノコ保持、これはトゲゾウも避けれるので、あとは逃げ切りたいところですよ。あでも後ろコインか、これ赤コーラ一発飛んできたら終わりますよ。ケドバンパックンフラワー避けていきまして、あケイホー君、ケイホー君、これ仮面かぶってるから多分ゲーム実況者ですね。ケイホーと思わせてゲーム実況者ですよこれ。ちょっと抜いていきましょう。はい、ゲーム上手いと思うんで多分。で、あまりにもショックすぎて白目向いてしまった音符くん、避けていきましょう。これ多分、あれですよ、始業式とかで、これから友達頑張って作るぞって意気込んでたら、もうすでにみんな友達をツイッターで作ってしまってたっていうぐらい、悲しいやつですよ。うん、今の子怖いですからねと思ってたらカレー君がいるな。カレー君の方が怖いです。なんとかしてあの人には勝ちたい。さあ頑張って、あの人も早いな。あ2連取らんかったか、1位の人取ると思ってコインほじっちゃったんですけど、セブンリーで追いついたら、でも怖いです。音符くん、メタボリック症候群がここで役に立つとは、立ってなかったです。全然立ってなかったです。やっぱここで抜く。キノコを保持してるんだ、こっちだ。よし。やりました。キノコくんのおかげでした。いやー、ワンツーフィニッシュでしたね。いやー、白熱しました。で、誰やねん。さあ、こっからはエンディングレースやっていきましょう。エンディングレースっていうのはですね、あの動画の最後に、昔のマリオカートのコースから一つ厳選して、皆さんに一体何位でゴールすることができるのかを予想してもらうっていうコーナーです。なので皆さん一体何位になるのか、予想してみてくださいということでやっていきましょう。で、うわいきなりワンワンかよ。じゃあこれはですね、今で言うキラーみたいなやつですね。ちょっと勝手にわーいこんなところでちょっいきなりひどすぎるやろ。まあ、これがダブルダッシュなんですよ。すべてがぶっ飛んでるという、はあ。これオンラインでやったら完全に2チャンネルとかでクソゲーオツ、クソゲーワルタみたいなこと書かれると思うんですけど、オフラインだと楽しいですよ。やっていきましょう。わーい。王家のタックルですよ、今の。これ、キングテレサとピーチ姫って完全王家コンビですね。なんか、条約交わしてそうな感じがしますが、おトゲゾウさん、この時のトゲゾウ飛んでるんですよ。今のトゲゾウ地面を多分行ってるかなと思うんですけど、この当時まだ飛べたんですよね。今のトゲゾウはちょっと老化して飛べないんですけど、怖いですね老化って。でキノコ持ってるんで、これショートカット行きましょう。ここにですね、この時はおし、お危ない、かなりむずいんですけど、ここにショートカットあるんですよね。あの、8デラックスでは、もう崩れてます。あそこ。はい。あの、完全に崩れてるんですけど、血管工事で。こう血管工事でちょっと崩れる習性があるんですけど、この時は飛べました。ということで、ファイナルラップ。あー、変えるんじゃなかった。
わあ、ベビーマリオが今赤コーラ持ってるんで防げない。切り替えないと無理なんですよ。ちょっとあの王家がいるんで、王家に強打しましたね。これ最悪です。最悪な行動です。幼少期のマリオは実はよくわかんないんで、あのそういう縦社会というものを、はい、完全に出しちゃいました。で復讐ですね。これまずいです。1位と予想してる方を裏切るわけにはいかないんだ。ピーチ姫の猛烈な壁ドン、まずいです。でクッパジュニアはクッパの元を旅立ってワリオの元に居候してますね。これ危ないです。ちょ、あ、抜ける。あ、もしかしてこれは OK です。やりました。1位と予想した方おめでとうございます。というのを今後動画の最後にできたらなと思っております。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。